今日は何を作るんでしょうか。今日は鮭のフライと、それからチキンサラダ、はい、チキンサラダ、はいはい、を作っていきます。はい、どんなものが出来るか楽しみですね。はい、それではコタがいないんですけど、ね、今お昼寝してるんで、せーの、頑張ろう。子ども完食ママラッコンダテ増設が決定いたしました。献立形式でそのまま真似すれば子どもが食べる夕食ができちゃいます。全国の書店アマゾンで好評発売中です。買ってね。まずチキンサラダの鶏ささみの筋を取っていくんですけれども、はい、あのすごい簡単、用意するのはフォークとそれからキッチンペーパーだけ、はい、この筋がね、こういう筋、大きい筋があると思うんですけれども、これをのぞ取り除いていきます。でこのフォークのここにこう当てながらっていうか、はい、で、あの引っ張っていくんですけど、手だとちょっと滑るんですよ、つかみにくいので、はい、キッチンペーパーでこの筋をね、あの押さえるっていう感じです。このまま引っ張っていきます、はい、ほうほう、あ、フォークで肉を押さえてあげて筋を取ってあげるという感じなんですね。そう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 、こんな感じで、ちょっとね、今一気にバーッとやるんですけど、本当はね、こうやって私、お恥ずかしながらささみ食べてる時、それを取るとは知らなかったですね。そのまま食べてましたね。はい、で筋取っていただいたら、レンジで今日は加熱していきます。はい、でレンジで加熱してる時ってささみ結構爆発しやすいんですよ。へえ、はい、なので、はい、このフォークでね、今使ったので穴を開けてください。はい、爆発防止。意外と知らないことばっかりですね、こういう下処理というところだと。で穴をね、開けたら、はい、耐熱容器、電子レンジ加熱していきますので、はい、耐熱容器に移します。はい、そしたらここにですね、分量外なんですけれども、お水振りかけていきます。はい、そしたらラップを押します。はい、で、あの穴をね、開けてるんだけど結構爆発することが、まあ、あるんですよ。爆発しやすいんですよ、鶏ささみって。なのでいつもふんわりラップって言ってるんですけど、はい、あんまりこう隙間できない方がいいです。もし万が一爆発した時に、あのレンジ大変なことになっちゃう、ラップごとボワーンってなっちゃうね。そうそう、なのでな、あんまりこう隙間できない方がいいですね。でいつもは600ワットなんですけど、はい、今回は一番最低の200ワットで1分半まず加熱していきます。ワット数が低い方が爆発しにくいっていうのがあるんですね。はい、なので下げるっていうのと、あとはなるべく低いワット数の方がレンジで加熱した時にふんわりと仕上がる、しっかりね、仕上がるので、はい、今日は200ワットで1分半加熱していきます。弱火でコトコトみたいなイメージですかね。あ、そんな感じです。はい、小太郎くんが戻ってまいりました。まだまだグズグズですけど、鶏ささみ200ワットで1分半加熱したら一旦取り出して上下を返します。またふんわりとラップをして200ワットで再度1分半加熱して大丈夫ですか？いただきます。はい、200ワットでさらに1分半加熱していきます。はい、加熱が終わったらこのまま粗熱を取っていきましょう。はい、サラダの調味料加熱していきます。この中に調味料入れて、さらに加熱した野菜も全部入れて、最後ここで和えますので、全部の野菜が入るくらい大きいボウルを用意します。でここに調味料を加えていきましょう。油とそれからお酢です。あとは塩コショウ。これでね、だいぶさっぱりなドレッシング、手作りドレッシングできるんですけど、すごいこれだけで美味しいですよ。なんか小学校の家庭科の時間にフレンチドレッシングってこういう感じで作りますよね。うん、そうかもしれない。すごい懐かしいなと思って、うん、香りがね、はい、全体を軽く混ぜ合わせてふんわりとラップをして、今度は600ワットの電子レンジで30秒加熱していきます。はい、加熱終わったらラップを外して粗熱を取っておきましょう。すごい匂いしますね。お酢加熱するとすごいんだよね。うん、チキンサラダの野菜切っていきます。ミニトマトはヘタ取ったら4等分ですね。丸いものはね、あの誤嚥の危険がありますので、必ずこのミニトマトは4等分、4分の1以下に切ります。このトマトは今回ね、加熱しませんので、清潔な状態のまな板と包丁を使ってください。でトマトは先ほどの加熱して粗熱を取ったこの調味料の中に入れていきます。チキンサラダのきゅうりは4センチ長さの細切りにしていきます。次はセロリ切っていきます。セロリの葉っぱの部分は繊維が多く入っているので、噛み切りにくかったりとか、あとは結構香りが強いんですよ。なのでこの葉っぱの部分は大人の方がね、食べるようにして、お子様には入れない方がいいです。あの保育園でもね、葉っぱの部分子供には出してなかったです。でセロリは筋がちょっと子供には食べにくいので、ところどころね、ピーラーで皮を剥いていきます。この筋を取っていきます。
全部じゃなくて大丈夫なので交互にね剥いていきましょう。そしたら薄切りにしていきます。この縦半分の長さの薄切り、この最後の方は結構筒がねこの細くなってると思うのでこのままでも大丈夫で、意外とセロリは長めに茹でれば子供でも食べますこんなこう香りが強いからね食べられるのって思う方もいるかもしれないですけど、意外と保育園では食べてました。でちょっと最後の方をねこの細い部分はちょっと斜めに切って、あまり小さくなりすぎないようにしていきます。野菜を茹でていきましょう。お湯を沸騰させたらここにキャベツそれからセロリ加えていきます。このまま5分ほど茹でていきましょう。5分経ったらきゅうりも加えていきましょう。きゅうりもさっと茹でることでこの青臭さが抜けてすごく噛み切りやすくなるのでお子様が食べやすくなります。きゅうり入れたら1分茹でていきます。1分経ったのでザルにあけて流水にさらしてしっかり冷ましましょう。すべて合わせていきます。先ほど加熱して粗熱を取ったこの鶏ささみをこの調味料とトマトが入ったボウルの中に手で裂きながら入れていきます。お手伝いが大好きなお子さんだったらこの手で裂くのすごい多分楽しいんでやってもらってください茹でた野菜はよく水気絞ってボウルに入れていきましょう。このサラダにねこのチキンが入るだけで旨味がすっごい加わって美味しいんですよね子供よく食べます。こういうお肉使った副菜の時とかは私の場合は主菜がお魚とか卵とかの時に加えるとこう肉と肉が重ならないでバランスよくなるので、私は割と今回の鮭のフライとかこういったものに組み合わせることが多いです。あとは冷蔵庫で冷やしたらこれでチキンサラダ完成です。では鮭のフライ作っていきましょう。鮭の両面に塩コショウまず振って下味をつけていきます。もうねお塩とコショウ混ぜておきましょう。骨取るの大変ですからね、保育園でもね骨取り自分でやってたこともあったんですけど結構身がボロボロになりがちで大変なんですよね。では衣の準備していきます。まず溶き卵用意します。溶き卵とでこの中にもう小麦粉を混ぜてしまいます。保育園だとねこの3段階でつけるのすごく大変なのでもう両方混ぜて1工程少なくしてます。とあとこれだとちょっと固めなんでお水で少し調整します。あ、鮭入れるのにこれちょっとボールちっちゃかったボールちっちゃかったな、まあ、なんとかなるか。衣をつけていきましょう。卵と小麦粉を混ぜ合わせた卵液に入れたらパン粉つけていきましょう。私が小さい頃はよくこのフライ作る時のこの衣つけるのすごいねお手伝いをしてた記憶があります。こう親の気持ちから言うとこれ子供やってくれてすごい助かりますねそういう意図もあったのかな。では170度の油で揚げていきます。油の中に菜箸を入れたらゆっくり一呼吸置いてから全体に泡が上がってきたら170度の合図です。2分経ったら上下を返しましょう。うわー美味しそうな匂いしてる。2分経ったら返してっていうのを繰り返してで最後1分揚げて合計で5分揚げていきます。また2分経ったので上下を返します。美味しそうで残り1分揚げていきましょう。これで鮭のフライも完成です。美味しそう、早く食べたい崩壊崩壊しちゃったよ。3、はい給食給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んでみんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。いただきますいただきます。フライがねちょっとまだ難しそうので、まあ、中の方鮭のフライ、うん、はい、あれいらない、トマトだよ、ここだ、
チキンのチキンサラダ、サラダいいですね、うん、トマトとチキンがいい存在感を、美味しい、チキンうま、うん、こだトマトだよ、はい、うん、わかりやすい、大丈夫、食べ、いただきます、もういい音、もうこれはもう間違いない、間違いない、うん、大人だったらちょっとタルタルソースなんかも作って、あー、タルタルめちゃめちゃうまいわね、うん、保育園だともう塩コショウ塗ってるので、うん、そのままソースとかかけずに食べることが多い、いや全然できるできる、うん、今回は全体の彩りがすごく綺麗なので、うん、もう見ただけで食が進む献立になってます、はい、ぜひ作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。今なら私の作った献立表を2ヶ月分無料でお試しできちゃうんです。献立ソフトも使ってみたいという方はこちらも無料で2ヶ月お試しができます。ご興味がある方は概要欄のフォームよりお気軽にお問い合わせください。